まさかの明日ミックスアップだから、知ってるか、ミックスアップというな、魔の行事を、魔のイベントを方々から寄せ集めたユニークモンスターたちで何か化学反応が起きないか見守るという悪魔の実験、知ってるか、とうとう召集された。まあ、ちょっと言い方によっちゃ失礼だから今のは取り消しで、ボタンじゃない方とか書いてある。ボタンじゃない方ってなんだよ。俺が本体じゃ。こいつ手で歩くの？別なんかね、浮くよ。すぐどっか行くからさ。いやもう部屋中飛び回ってこいつ。いや泣き声じゃねえ。今、泣き声キモくねえじゃねえ。今の俺の声だよ。お、今の俺の声だよ。キモくねえよ。完全やらかしでしょ。タジタジだったよ、リツキン TV。なーにが天気の話じゃ。夜だよ、決まって。俺が困った時、決まって夜だった。夜に天気がいいですねって、吸血鬼ぐらいしか言わねえよ。あ、月が綺麗ですねの方が良かった。あ、なるほど。そっちの方が良かったの？まあ、ちょっとまあ、次があるかは知らないけど、次、仮に、日が昇ってなかったら月が綺麗ですねで投げ止めよう。月が綺麗ですねは炎上だぞ。なんでなんで月が綺麗は、なんか文豪がね、恥ずかしすぎてみたいなやつだっけ。それが月が綺麗ですねか。なんで進めた今。なんで進めた俺に。じゃあ、あ、問題ないやつかって思ったら問題あるやつじゃねえか。あぶねえ、月が浮いてますね。月が浮いてますね。やばいやつだと思われた、それ。開口一番。月が浮いてますねは。やばいやつだと思われたろうが。バカ誰が。星が綺麗ですねの方が、草生えてますねが無難。煽りだろ、それ。いやー、草生えてますねーって。ネットスラングが横行するこのご時世、それは煽りだよ。マジウケるんですけどの略じゃん、それ。ミックスアップだぞ、明日。まあ、なんか、イキリ大福はいいとして、持ちサインだぞ。下手こいたらお前、ブスるよ。今の体でヴァンパイアハンターに対抗できるとは思わない。まあ、幸い、ヴァンパイアを名乗る一般人だと思ってるから。問題ないだろうけど、あのミックスアップの4人、くず餅いちご大福って呼ばれてんの。顎が綺麗ですね。それ何？顎が綺麗ですねってなんだよ。引っ張りすぎだろ。顎が綺麗ですね、もちさん。斜め上すぎるんだよ。6万人記念は別にやってほしい。特に やることないけど、またなんか7万人に向けて何しようみたいな作戦会開くだけだけど、俺はタミクサに耳を傾ける。なるほど、やろう。分かった。はいはい、ゲストにリツキさん。お前らリツキさんにまたあんな思いさせたいの？絶対気使ってたじゃん。俺聞いたよ。俺がコミュニケーション下手くそだから、できるだけ話しやすいように声を低くしてるって話聞いたよ、俺。もういい人じゃねえか。人じゃねえけど。人なのか？いや、人じゃねえけど。まあ俺、もうとんだ失礼を働いたよ、俺は。VC で俺、配信始まる前に、ちょっとじゃあ打ち合わせっぽいのしましょう、みたいな。打ち合わせってほどのことはしなかったけど、ちょっと軽く話しましょう、みたいなので。VC 第一声、うわ、初めて声聞いたって言ったんだよ、俺。失礼すぎる。事前にちゃんと見ておくべきだった、配信を。もう、謝ったね。終わった。もう終始謝ってたね、俺は。完全に失礼だよ、俺は。ちょっとこれはもうね、燃えても仕方ない。ここはすまん、
叩いてくれ俺を。今のとこ切り取って変なのにするなよ。そういう趣味はないからな。滝行のごとく、うん、滝行みたいなもんよ。そういう叩かれる。だから今のあれは一心に受ける。合唱して、まず手札が事故ってる。そうだよそうだよ、手札よ。序盤十何分で使い尽くしたんだよ。しかも手札も重い手札、1コスか9コス10コスぐらいしかない。温度の話とか10コスだよこれ。俺がプレミして、ほんともうちょいコスト減らせたけど、マリガンが下手くそ。こんぐらいありゃ大丈夫しようって前日の雑談で、こんぐらいで大丈夫しようっていう。コミュ力ナーフされた？いや、俺はね、コミュニケーション自体こう考えて取らないタイプだから、逆に考えると距離感がわからない。人との。まあ俺、陰のものだから、魔界の。しかも前日から積み込んでた。そうなんだよ。前日、準備段階で手札を仕込んだのに、終わった後に、あれ？この手札足りない上に、マリガン必要じゃないって気づいて反省会よ。明日のミックスアップに行かす、行って、今。手ぶつけた、マイクに。俺結構行き当たりばったりまったりもったりべったりぽったりだから、考えたのがミスみたいなとこある。なんで俺カードで勝負したのか、もう拳で勝負すべきだった俺も。なぜわざわざこうカードゲームの土俵に立ってしまったのか。正解、君正解、100点。君正解。100点あげるよ、クズハ先生が。出してくれた。リツキンさん好きな食べ物ありますか？自分は今日食べたんですけど、とっても美味しかったんですよ。リツキンさんは最近美味しいもの食べ、例題。ありがとうございます。ありがとうございます、わざわざ。最近美味しいもの食べたりしましたか？あー、なるほどね。うわー、なるほど。ちょっとじゃあやってみよう。リツキン TV さん、好きな食べ物はありますか？自分は今日、何食ったっけな、あの日。あの日何食ったっけな、俺。あの日は、俺スーパームーチョ食ったわ、梅味。今日、スパムーチョの梅味食べたんですけど、とっても美味しかったんですよ。リツキン TV さんは、最近美味しいもの食べ、程度が低いんだ、美味しいものの。美味ってことでしょ、要するに。とても美味しかったですの役でしょ、この美味しいもの。程度が低い。麦チョコ美味しかったんですよ、って。っていうようなもんでしょ。リツキさん、最近何食べましたか？最近何食べましたか？ああ、餃子ですね。餃子いいですね。僕も最近、何々の餃子を、なんで餃子限定なんだよ、お前は。餃子縛りしなくていいんだよ。何に縛られてんの？しかもこれ続きあるんだけど。近いんですか？いや、遠くまで行っちゃうんですよね。たまに迷子になるけど、もう迷ってる場合じゃない。アスラ、クライン、10秒だけ持ちこたえてくれよ。よし、いいぞ、スイッチ、早く、もっと早く、はー、スターバーストストリーム。お前、もう今日コメントすんな、お前、霧ヶ谷和人、お前。もう今日コメントすんな、お前は。バカが。大事なリスナーだけど、お前、バカが。茶化すな、お前、真剣だったよ、こっちは、バカ野郎。アスナ、クライン、コラボしてねえよ。4人コラボじゃねえから。だって何勝手に連れてきちゃってんの。フレミ三昧よ、こんな。ご飯派かパン派か聞いて、で、逆にクズハさんはって帰ってきたんだよ。ちゃんと答えてくれて、もう優しいことに答えてくれて、自分が質問されるという簡単な想定すらも行っていなかったから、俺は。満身オブ満身で。クズハさんはどうなんですか朝って。いや、食べないっすって。なんで聞いた？なんでお前は聞いてきたんだよ私にってなるじゃん。何を知りたいんだよお前はってなるじゃん、完全に。だって朝寝てんだもん俺。これは完全に手札ミス。バンプデッキになんかビショップのカード入ってるみたいな。いや、完全にミス。プレイングミスだね。ミスププレミ。それは C 体の考え。
俺 C 対コミュ力 C 対がビギナーレジェンドカードがない。レジェンドカード足りないね。失踪アミュレット、失踪にアミュレット入ってるから。6000人見てる、もうやめてよ。見るな見るな見るなは言い過ぎだけど、何を見てるんだお前らは。いいってマジでやめて。反省してるから今俺。見るな。やばい、お前らまさか低評価をしに来たのか。いいよ別に、反省会だから。低評価の数だけ身に染みるかわかんないけど、低評価とか全くあれだけど。変な目玉生やすな、謎の生物産まないで。で、高評価。何が高評価なんだよ。何が評価高かったんだこれ。めちゃめちゃ高評価ついてんだけど。なんだろうお前らの感性、謎なんだが。あ、まあ、やめて、変な生物。ちょっと目取られるからやめて、変な生物。ベッドが最大のプレミア。これさっきからなんかベッドうるさいけど、なんなのベッド。何が、それはね、思春期だからだよ。なんかね、体はない。あのベッドに。あの、床を共にするみたいなことでしょ？お前らがもう思春期。違う。俺は、そういうことじゃない。貸してあげようって、寝床を貸してあげようっていう意味を込めて、ベッド、でいいんじゃないですかっていうことを言ったの。エドワード。なんで急に。急にキメラされたリスナー出てきてな。キメラリスどうした？エドワード。お互いがブリッジのに。キメラな。あ、どこ行った？リスナー二人どこ行った？まあ、そりゃ6000人いればキメラの一人や二人おるやろ。おらん。あ、でも、いるか、6000人。6000人も見てるやね。キメラの一人や二人いるか。明日も同じ手札で行こう。行くわけねえだろ。もつさん。事故らせる気だこいつ。事故らせる気だろ絶対。あ、でも使いこなすっていうか、知ってる人にこれもやばいでしょ。天気の話したらプレミだろ絶対。明日ミックスアップで天気の話したプレミでしょ。プレミ以外何者ではないでしょ。このデッキ、ディアー4、発展途上。サタンとゴブリンだけ。クソデッキ。サタン、ゴブリン、開闢。明日はよろしくお願いしますね。あ、ごめん。やめろ、お前ら。あのね、やめとこ。燃えそうだから。やめとこ。これは。と言いつつ、まあ、反省会だから言うんだけど、エイペックスの話は、わざと掘り下げなかった。あ、顔面が止まった。エイミンした。ごめん、顔ちぎれた。いろんな理由が重なって、あそこ掘り下げなかったんだよ。もう、あそこからエイペックス全然やったことないって言ってたから、もしかしたらコラボへの架け橋になるかもしんないけど、俺がエイペックスの話で持ちきりになる可能性。まずね。まず第一に、俺がエイペックスの話をゴリゴリしだして、会話にならないっていうのが一個。で、もう一個が、仮にコラボになったとして、教えるコラボみたいな、なる可能性があるじゃん。そうなると。で、なると、俺はまだまだへったくそだから、もうさらに不遇な思いをさせ、あの一瞬で、あの何ハンガチクランの、あれじゃないけど、よぎったんだよね。中途半端に、うまくねえわ。中途半端な腕前のやつが、教える名目で、
野良に行ってボッコボコにされてクソみたいな空気になるわけ。そうなると野球漫画でいう球飛んできてる最中に頭高速回転で、これは内角決めの何々、あいつの癖は何々だから、これがこれ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 で、つまりここだ鍵みたいな。もう俺そこまで一瞬で、あの FPS 半勝ちの思想を知ってるからこそ、どんどん雰囲気が悪くなってって、しかもさほど教えられないし勝てもしないみたいな地獄のコラボになってしまって、さらに迷惑をかけるんじゃないかっていうのを予想して掘り下げなかったんだよね。あらららららら、らげてるから、あらげる、あら、あ、そう、あらげる、あらげるが正解だよって言って Google 検索をしたやつが、あららげるも正解だよっていう結果で、あの砕け散って獅子がね、もげ落ちて爆発したリスナーがいた。キメラの正体ここで伏線回収キメラの正体爆発したリスナーなるほど、ごめんな、リスナーに。そう、5万達成時になんかリスナーで殺し合いをさせるみたいなあれで、うん、突然のね、衝撃の事実。今日は広範囲で晴れて穏やかな週スタートとなります。日差しは暖かく、季節の歩みを実感できそうです。日本海側では朝に雪や雨が降るところもありますが、だんだんと天気は回復していきます。雪積エリアでは雪解けが進むので、路面状態の変化や落雷に注意を。蟹座！あの遊び心。好きと見せかけてカニ座。はい、じゃあスパチャ読んでいくぞ。お、なんかね、 EX ボイスに関してね、好調ですみたいなのが来てた。買ってくれた人ありがとうございます。 EX ボイスっていうかボイスかな。ただ感想がやばい。マシュマロにさ、あの何、誰も多分照らし合わせて示し合わせたわけじゃないんだろうけど、死にましたとか、なんとか、何死とか、なんか死骸だらけなんだよね、マシュマロが。死体の山になってるか、マシュマロが見れない。やめろ、ほんと感想送ってくんの。しかも、ドゥルルルみたいなやつ、墓地になってる。墓地になってんだよね、俺の。ただ、まあ、勝ってくれた人は、ありがとうございます。はい、バイバイ。画面誰？バイバイ。